おはようございます。和也の孫です。今日もよろしくお願いします。今日は何の話かというと、投資の話をしてみたいと思います。投資ってこう怖いイメージありますよね。なんかこう失敗したらどうするんだろうとか。でも今日お話しする投資の話は、頑張れば必ず成功する話です。こんなの言うと怪しいって思うかもしれませんが、投資するのは残念ながらお金ではありません。他のものです。こう世の中の人が全て平等に持っているものを投資しましょうというものになりますから、お金は持っている人と持ってない人がいますよね。ただ今日投資の紹介をするのは、皆さんが平等にお金持ちの方もそうじゃない方も、こう成功者もそうじゃない方も、頑張っている人も頑張っていない人も、全てがみんな同じ量を持っているものを投資するという話をしてみたいと思います。では何かというと、皆さん分かりますかね。これ実は時間です。時間というのは1日が大体24時間なんですけれども、こうみんな平等に同じ分だけ与えられているものですよね。それをどう使うかっていうのは、消費するのか、こう浪費するのか、それでも投資するのかという形で、時間も使い方によってちょっと変わってくると思います。なので今日は時間を投資するにはどうしたらいいのかという話をしてみたいと思います。でどうしましょう。学生の話が、もう社会人の社会人の話にしましょうか。そしたら社会人、仕事をしていますよね。でこう仕事をするとなった時に、皆さんこうどんな風な気持ちで仕事をしているでしょうか。こう早く終わらせたいとか、こうもしくはこう一生懸命しているとか、いろいろあると思うんですけれども、言われたことをただただ淡々と仕事をしている時間というのは、消費になっていると思います。こうもう言われたことをただ終わらせるっていうことですから、特にこう仕事に慣れてきて少し早くなるっていう成長ぐらいはあるかもしれないですけれども、多くの場合新しいことをしたりはしないですよね。もう言われたことをするだけなので、こうただただもう同じ作業を終わらせるとか、言われたことを言われた通りにするっていうのは、仕事の中では消費に当たると思います。で浪費はどんな時間かというと、こうもうだらだらと過ごす時間は浪費かなと思っています。じゃあ投資はどうしたらいいんだなるんですけれども、言われた仕事を言われた通りするのではなくて、こう自分で考えてしてみるとか、こう最低限仕事を終わらせた後にこうもっと良くならないかなと工夫をしてみるとか、要は最低限終わらせるためのものの上が投資になると思っているんですね。なのでこれをするかしないか、なので当然仕事なので消費する時間っていうのはたくさんあるんですけれども、1日の中でこう8時間働いているとして、こう1時間だけでもいいのでこう投資する時間っていうのに与えることができると、まあ僕が1ヶ月大体30日のうち25日ぐらい仕事していますから、1日1時間で25時間、1年間にするとどのぐらいですかね、結構な時間投資に充てることができますよね。これを10年も続けていると、多分ただただ淡々と仕事をしている人間と、こう仕事の中で投資の時間を作れている人間とではもう絶対に追いつけないくらいの差がついてくると思うんですね。こう同じ仕事をするにも、こうただただ淡々と仕事をしている人は、1年目は8時間で終わっていたのが2年目は7時間で終わるようになっているかもしれません。ただ投資という時間を考えている人は、こう5時間で終わらせることができるかもしれませんから、3時間浮きますよね。仕事にただただ淡々として慣れている方は1時間しか浮かなかったのが、こうかなり自分の時間っていうのを作れるようになってきます。でもう一つは、量をこなすだけではなくて質も高くなりますから、こう任される仕事っていうのもどんどん増えてきます。なのでもう信頼されるというふうになってくるので、時間を投資するかしないかっていうのは、ちょっとずつの違いなんですけれども、長い目で見るとものすごく大きな違いになってくると思います。僕自身こう仕事を、薬剤師という仕事をしているんですけれども、子どもの小児科の薬を作るときも、どうやったら早くできるだろう、どうやったらきれいにできるだろう、どうやったら正確にできるだろうっていうのをこう日々考えながら仕事をしています。で時間に関しては特にシビアなんですけれども、もともと車が好きでレースもしてましたから、こう粉薬を測るにしても、どうやったらきれいに早くできるかってなると、こう1秒でも早く、 0.5 秒でも 0.1 秒でも早くするにはどうしたらいいだろうという、サーキットを走るタイムを刻むような感覚でこう仕事をしていますので、だんだんこう無駄がなくなって、よりきれいになって、で正確になってっていうので、こうだんだんこう成長できてるんじゃないかなと僕自身感じることがあります。なのでこうただ同じことを考えずにずっとするのか、それとも考えながら仕事をするのか、これだいぶ大きな違い
事なんだと思います。でせっかくなので質素量の話が出てきたので、こう10月になると1年目社会人1年目の方もそろそろこう仕事に慣れてきて自分で任される仕事が増えてくると思うんですけれども、多分最初の3年間ぐらいは仕事が増えるばかりで大変だと思うんですね。ただここでこう腐らずに仕事の量をこなせるようになると、こうだんだん仕事が早くなりますから、やっぱりたくさんの仕事を任されるっていうのは成長するチャンスでもあるんですね。でまず僕自身もそうだったんですけども、仕事の量をこなせるようになるっていうのはものすごくこう将来役に立つことですから、こう苦しくて大変でしょうけれども、こう量がこなせるようになってみてください。でたくさんの量がこなせるようになってくると、今度質を求めてくるようになるんですね。で最初から質を求めてしまうと量をこなすことができない人になってしまうので、質が高い人間、こう仕事の質が高い人というのもある程度の量がこなせないと、結局は仕事量というのはどんどん増えていきますから、だんだん潰れていってしまうんですね。ただもともと仕事の量がこなせる人が質を求めるようになってくると、すごい量の仕事をものすごく高い質でこなせるようになるので、ものすごくこう会社にとってはありがたい存在になれると思います。なので仕事を覚えていくときはまずは量をこなす、で頑張って頑張って量がこなせるようになってから質を求める方が個人的には成長できるんじゃないかなと思っています。なので量をこなせるようになる、どうやったらこなせるようになるかっていう考える時間は投資ですよね。でものすごくたくさんの量をこなせるようになってあるとき質を求める、で質を高めるようにはどうしたらいいか、この考える時間、いろいろ工夫する時間っていうのも投資に当たると思います。なので社会人1年生の皆さんが聞いていたりだとかするようだったら、まずは量をこなせるように投資の時間を作ってみてください。でこう3年目5年目とか中堅の方っていうのは質が高くなるように、質を高めるための投資の時間を作ってみてください。そうすると、こう、1年後、2年後、3年後、だいぶこう、周りとは違った人間になっていると思いますので、ぜひぜひ頑張ってみてください。ただ、苦しい時は、ちゃんと休むのも、投資の時間だと思います。こう、苦しい人、辛い人の気持ちが分かるっていうのも、将来きっと役に立つことだと思いますので、こう、その経験がある人は、今度、下に部下がついた時っていうのに役に立つと思います。やっぱり苦しい気持ちを経験した人から教わるのと、もう全然苦労せずに過ごしていった人間から教わるのとでは重みが違いますからね。なのでこうやって考えると、時間っていうのをどうやって過ごすかっていうのはとても大事なことなんじゃないかなと思います。ということで頑張れば必ず成功する投資の話をしてみました。それでは、和也の孫でした。ありがとうございます。失礼します。